WRX がこちらでございます、はいはい、なんかね、最新ですよね、うん、これいつ出たんですか。2021年の11月に出たんです、はい、ね、ほかほか、ね、ほかほか出たばっかり、ね、生まれたばっかり、うんうん、フルモデルチェンジ。そうですね、フルモデルチェンジになります。ちょっと特徴教えてください。特徴はいくつかあるんですけども、4つ紹介させていただきます、はい、1つはデザインですね。これ空力を考えて操縦安定性を高める、デザインになってます、ね、うん、で2つ目は新しいプラットフォームとフルインナーフレーム構造を、取っていて、非常に走ってる時の剛性を高めていると、うん、そんな内容になります、うん、あとはスバル、パフォーマンストランスミッションといます、うん、減速時のシフト変化が従来の半分のスピードでできると、そんな風な、内容になっています。あと一つははい、ドライブセレクトモニターといいまして、うん、走りをですね、自分でコントロールできると、そんなシステムになります。どういうことですか。一般道の場合だったらノーマルモード、うん、で高速だったらスポーツモード、うん、さらにアグレッシブな場合にはスポーツプラスと、うん、そんな風なそれぞれ切り替えができるシステムになってますので、うん、後ほど、ご覧になっていただきたいと思います。そうそう、デザインもなんかね、シャープになります。ピリッとしてますね。特に一周回ってるこのガーニッシュっていうのがですね、はい、全部一周回っててより、シャープに、こんな風になんか SUV っぽいですよね。あ、そうですね、ね、これ珍しいですよ、これだって。特にこれご覧いただきたいんですけど、本当だ、ここにエアアウトレットといった穴を開けてるんですけど、うん、はい、ここで余計な空気の渦を、ね、そうですね、なくすように、通してると、そんな工夫もされています。これだってさ、うん、だいたいこう SUV につけるもんなんですよ。そうだね、ちょっとね、うん、だからセダンにつけるってなかなか珍しい。今みんな結構ね、うん、SUV っぽいのが流行ってるから。そうですね、こういう形でね、だからこういうのってスバルの車似合うよね、うん、昔からね。ありがとうございます。最初からレカロ？レカロなんだ、うん、そうですね、レカロもオプションで、用意させていただいて。オプションなんだ、はい、本当はずっとね、S4 だね、WX。 あ、色シックでいいですね、これ、うん、そうですね、なんか落ち着いてる、はい、うん、ね、落ち着いてる、かっこいいですね。もっとなんかこうスポーティーなのかなと思ったら落ち着いてる、うん、ね、フルモデルチェンジ、うん、もうほら、一昨年のカーブザイヤー撮ってますからね。ああ、なんかどうですか、 iPad がここにある。最近のやっぱりね、流行りですよね、うん、なんか iPad がここにあるぞ、うん、これはですよね、テスラ以来ずっとね、うん、各メーカーがやってますよね、うん、でかい、でかい、見やすいしね、うん、このモニターでかい。これもう今の人たちはさ、もうああいう iPad 的なものを使いこなしてるから、うんうん、すごくこういうのが便利ですね、うん、これモニターの何インチぐらいですか。モニターは何インチだろう、ちょっとわかんないですけど、モニターでかい、はい、でも結構大きめですよね、このモニター。でかいでかい、うん、へえ、これは面白そう、うん、ノーマルでもやっぱこう割と硬いですね、さすが WRX STI。 これでおいくらですか。400超えたぐらいですね。ああ、まあしょうがないよね、はい、でオプションつけると500ぐらい、500いってしまいます、うん、そうですね、はい、それはしょうがないでしょう。ああ、なるほどね、ノーマルでも割とスポーティー、硬い、スポーツ、スポーツだとアクセルレスポンスが良くなる。そうですね、アクセルの開きが速くなりますね。ああ、なるほどね、ほら、アクセルレスポンスが良くなる。今のアイサイトはアイサイトがピピピと、はい、注意されちゃいました、はい、今ぐらいのスピードだとアイサイト効くんですか。いや、効きます。全然効くでしょう、はい。アイサイトもさらに性能って良くなってるんですか。そうですね、昨年のレヴォーグからアイサイト X という次世代のアイサイトになりまして、より、高く的な脇から来る車にも対応しているという
はい。なるほどね。どうですか、石さん。いやこれはね、さすがですよ。さすが。はい。さすがです。どの辺がさすがですか。外してないんですよ。WRX を。ああ、そういうことね。はい。WRX はやっぱこうでなきゃっていう車ですよ。うん、これスポーツプラス。アイサイトが怒ってる。はい。これ足も硬くなるんですかね、スポーツプラス。はい。ね。そうですね。サスペンションで3段階に。そうですよね。はい、やっぱ硬い方がいいね。それはもう、ね、割とこうコーナーを楽しむ人は硬めの方が好きですよね。そうですね。でもスバルファンはこういうのが好きなんですよ。まあそうだね。まあだから子供がいないんだったらこのスポーツプラスの方がなんかいい感じ。あ、そうだね、うん。後ろで酔っちゃうもんね。そう。スポーツプラスにすると奥さん怒りそう。奥さんとか子供がいるときはノーマルとか、うん、コンフォート。コンフォートどうの？コンフォートにすると乗り心地は良くなりますよ。そうですね。しっとりする。ほら、ね、割としっとりでしょ。うん、普通ですよね。はい。これ売れてるんですか？まだあの発売したばっかりですので、うん、これから、ね、はい、あの2000台以上注文いただいておりまして、うん、はい。そんな褒めても何も出ませんよ。どうでした、須田さん。やっぱりね、うん、この WRX STI S4、うん、スバルファンを裏切らない車作りはちゃんとしてますね。そうですか。やっぱね、スバルの車ってこう筋が一本通ってるじゃんと、うん、そこが嬉しい、うん、でも去年の11月ですよね、これ。そうです、ね、フルモデルチェンジ、うん、世の中に対して2035年からこの地球上から消えていくわけじゃない、エンジンって。それをこうなんかこう意地があるよね、最後のね、そういうのがやっぱ我々にとっては嬉しい。本当にそうですよね。だからこのね、逆に買って末永く乗ってもらうっていうね、その人のもうなんかなんていうの、乗る時の環境ってあるじゃないですか、一人で乗るのか、例えば恋人で乗るのか、例えば家族とかって、それに合わせてなんかライフスタイルの中で選んでいけばいいかな。非常にまあ大人の車だな。大人の車、はい、うん。まあだけどね、うん、STI を選ぶっていう家族ってやっぱね割り切ってますよ。そのしなやか、乗り心地、ふざけんなよってSTI だぞ。多分ね、奥さん逃げてる人が多いと思います。言い方すごいすごい。そんなことないでしょ。そんなことない。ね、そんなことない。やっぱこう、スバルって家族大事にしてますよね。あ、もちろんです。ね、はい、ほんとスバルオーナーってそうですよ。まあ家族だんだんで来るもん。あ、そうですか。うん、奥さん、なんかもう逃げられてるもん。そういうことないですよ。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ、ということで今回はスバルの WRX の特集ということだったんですが、うん、いかがでしたか。 WRX は期待に応えられてますね。でしょ、うん、で、やっぱりその中身もそうなんだけど、うん、スバルファンを裏切ってない、うん、WRX の正常進化をずっとこうしてる、うん、だからそこがいいの、うん、スバルってブレない。一番俺スバルにがっかりしたのは、うん、ボロ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 っていう音をなくしたことだよ。その時はスバルふざけんなよって。 あのボロ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 、あの音が俺は大好きだったの。そうなんですけど、第二世代の時に走りを良くするためにどうしてもあの音がですね、ね、あの、はい、ダメだったんですよ。はい、ね、残念ながら、はい、いや笑いの字がないんだよ。俺はさ、あのボロ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 がすげえ好きで、そう、半分ぐらいやっぱり好きな人がいますよね。ああ、今でも、はい、なんでまだあれに戻す人もいるんだよ。嘘、スバルファンのこだわり。盗聴やめちゃうの。盗聴やめてあれにする人がいる。あ、そう、もうスバルイコールボロ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 。へえ、もうあの音がもう何とも言えないね、俺的には。テリーさんは全く分かりませんって顔してます。僕はね、ちょっと前にスバル360を買って乗ってました。え、あ、そう、うん、マジで。そうそう、あのヤング SS。 あ、すごいですね。お、そうそうそう、俺ね、中学の3年の時にさ、スバル360買って解体屋から買ってきて直して乗ってましたよ。そう、なんで中学3年生なんですか。あのね、
だ犯罪者ですよ。じゃあ長野って長野ってね、ちょっと待ってください。長野に怒られますよ、そんなこと。長野だってちゃんとね、法的なね、基準はあるんですよ。何言ってんですか。長野って割れさあ、皆さん次回お楽しみに。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。何が長野ですか。いいわけないじゃん、長野で。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。